ラッキーウッキーこよっかーこけごそう、あの子のオッケーオッケー大丈夫大丈夫歯出てたけど大丈夫大丈夫大丈夫はい、皆さんおはようございます。東部です。今日はですね、8月12日の土曜日、今日はですね、関東からですね、ヤーマンチャンネルのびちゃんヤーマンとのびちゃんがです遊びに来てくれております。どうもいつもありがとうございます。はい、今日はね、この3人で愉快に調校していきたいと思います。それではやるぜーバッチリやな先ほどですね、実はですね、あの視聴者さんの方からですね、プレゼントいただきまして、信州リンゴのジュースありがとうございます。それと栗まんじゅう2つ私ね、栗まんじゅう好きなんですよありがたいですね。はい、今ね、信州の方ね、栗が盛んらしいです。皆さんもね、信州の方遊びに行ったら一つ栗を購入してください。よろしくお願いします。はい、それとですね、今日はね、のびちゃんがね、わざわざ東京から買ってきてくれたんですよ。プレゼントもらいましてね、東京バナナ、東京バナナですよ。皆さん一言言っていいですか？バナナかよ。私の方は新桟橋の方に入っております。左手にはですね、のび太さんとですね、料理長、いつものおなじみの料理長ですね。今日は何が出るんでしょうかね、お昼楽しみです。そして右手には、なんだこの T シャツヤーマンじゃねえかよひょっとしてヤーマンがね、今必死に組み立てております。もう暑いと言ってね、早くもクレームがついております奥にはね、大仏さんがね、鎮座しておりますよ今日も山で隠れて見えないっていうはい、そんなこんなでね、始めていきたいと思いますはい、東部です。はい、暑いんでね、早々に場所移動しました。いつものね、渡り桟橋です。はい、後ろにね、山も映ってますね。やりたい放題だな、あいつ池に落としてやろうかな本当にまあそんなことはね、言いながら今日も調校していきたいと思います皆さん最後まで見てね、何かあるかもしれないよないですはい、今日はね、私の使用する餌です、ヒロキューさんのね、バクバラ、こちらをね、単品使用です。あと食わせの方はですね、今巷で評判かな、粘りトロ、こちらをね、使用していきたいと思います。今日はハッツケのコブセットやっていきたいと思います。はい、8月12日飛騨池です。今日はですね、霊界がないということなんで、まあ大きくね、皆さんね、広がって釣りの方調校しております。あ、調校の方しております。はい、左手にはですね、のび太さんと、右にはですね、山ちゃん山ちゃん来ております。新桟橋でですね、やってたんですけど、ちょっとですね、関東勢がね、魚を釣り上げる前に伸びてしまうということなんで、早々にですね、こちらの渡り桟橋の方に来ておりました渡り桟橋に来ました。今日はね、こちらで、のんびり調校の方していきたいと思います。本日使用する餌ですね、ヒロキューさんのバクバラと粘りトロロ、今評判の、巷で評判の粘りトロロですね。まあ使ってる人ね、あまり全然見たことないんですけど、こちらの方をですね、使いたいと思います。コブセットです、今日は。はい、今日はですね、ヒロキューさんのですね、バクバラの方を使用していきます。初めてね、使いますね。どんな餌なんでしょう、気になりますね。赤のパッケージ、いいじゃないですか、いいじゃないですか、お客さん。はい、開けます。あう、そして開く、お、開けすぎた。うん、麩の匂いがします当たり前ですか。おお、飛ぶぞ。はい、餌4杯入れました。そこにみんなお待ちかね、飛騨池一。いや、単品でね、使用できる餌ってね、いいですよね。マルキューさんもね、こういうのね、もうちょっと出した方がいいかもしれない。あ、ごめん、余計なお世話だったごめんね、ただのたわごとだで、ほかっといて結構ですね、ああ、なるほど、ちょっとボソッケが強い餌ですね。
中にね、サナギっぽいのが見えます。見えるかな。こんな感じの餌です。今日はね、こちらの餌を使用していきたいと思います。こちらがネバリトロの中身になります。はい、ほぐします。優しくほぐしてね。そしてですね、あまり繊維を切らないように、繊維を切らないように縦長ですね、縦長でゆっくり引いてください。はい、こちらの方のね、餌を主張していきます。こちらの方の餌をですね、肥大池につけます。肥大池にたっぷりつけちゃう。水気を絞ってですね、こちらを主張していきます。さあ、釣りをやろうかな。いや、いや、何あれ、何あれ、ちょっとやだ。浮きがね、私のところにね、流れてきてるんですよ。なんだこれ、なんだこれ、これどうなったんや。これヤーマンの浮きじゃねえこれ。ヤーマンね、今ねカメラ撮りに行ってるんですよ、浮きカメラ。ちょっとロケット発射するわよあなた。本当に、はい、ちょっとね、本当にロケット発射が心配なんで、ちょっと上げてきます。いや、それ逆に餌つけて掘り込んでたかね。なんかのび太さんが隣で怖いこと言ってきますよ。のびちゃん釣ってる、のびちゃん。いいぞいいぞ。おお、あ、ちゃんと口にかかってる。オッケー、オッケー。いいヘラ入ってますよ、お客さん、ありがとうございます。餌つけました、せーの、よっしゃい。そして道へと沈める。探しの旅。もう一回行く。何回リハーサルやろ。はい、餌つけました、せーの、よっしゃい、着弾、そして道へと沈める。はい、今日も何回でも沈めていきましょう。そして自分探しの旅。はい、浮き探しの旅ですね。はい、今日はですね、ヤーマンチャンネルがね、来ております、平池の方に。嬉しいですね。実はですね、ヤーマンさんとは何回でもね、お約束してたんですけど、ようやくね、今日ね、夢が叶いそうです。いや、叶いました。これでね、ようやく向こうに行けると思います。現場からは以上です。はい、しれっとですね、ヤーマンね、一枚釣り上げました。なんか言ってよ、なんか。はい、隣はね、ヤーマンチャンネルさん来ております。来ました、嬉しいですね。1枚目来ましたよ。はい、使ってるやつはですね、今日はですね、ヒロキューさんの、みやびですね、みやびの方、私の方、プレゼントさせてもらいました。ちょっと。はい、ありがとうございます。はい、餌つけました、性能、よっしょい、直伝、そして道と沈める。今日はね、カラスうるさいですね。はい、静かにね、時が流れております。さあ、今日もね、肥大池に来ておりますけど、なんとかね、今日も釣り込みたいと思います。お、お、もうまたね、ヤーマン釣ってる、すごいな、すごいな、すごいな。ワイロなんかやった？ワイロした？ワイロ東京バナナ。バナナかよ。ありがとうございます。なんだこのたまみは。いい絵が撮れてるな今日。すごいな。飛び刺しそうなヘラ。釣れました。いいですね。うん、ありがとうございます。映ってる映ってる。はい、皆さん、いつも通りですね、あの浮きのシーンは撮れておりませんが、はい、なんとかね、コブセットで釣れております。ありがとう、ひろきよさん。
はい、今日はねチャーハンです。これ2杯目なんですけども、すでにほぼないですね。時間の方はですね、もうただいま10時45分過ぎたとこなんですけど、早いです。売れ行きがさすが料理中が来るとですね早いです。今日はそれと、そうめんですね。そうめんの方もねすでに売り切れ状態です。こちらは、あ、こちら社長のチャーハンまだ残ってますね。現場からは以上です。非常に暑い中ね乗降しておりますけどね、時間の方はですね11時になりました。なかなかね今日はですねまだね釣れておりませんね。まあうまいことね3匹釣れたんですけど、まだいいシーンの方が撮れてないですね。まだまだこれから頑張りたいと思います。水分補給、熱中症対策ですね。はい、ペットボトル900のペットボトルをですね凍らせてですね、凍らせて完璧に凍らせてですね、タオルにくるんでですね、まあ、こんな情報どうでもいいと思うんですけど、タオルに凍らせてね、タオルに凍らせてってなんだよ。タオルに巻いてこうやって持ってきているんですよ。でこのタオル当然氷水にね冷えてスッとして涼しいんで、これをね首に巻く。で残ったお水に対してはですね、水筒にですね、こうすることでですね冷たい水をいつでも水分補給できます。以上、東米でした。バイ。ちょっとねバナナ食って運気変えます。バナナかよ。はい、はい、絞っております。はい、1枚ゲット。ああ、なじる。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとねサイズは小さめですがね、ありがたい1枚です。はい、ありがとうございます。ジャスティース。はい、浮きのね見えるシーンなんかね、東米釣り三昧にはありませんよ。はい、ありがとうございます。はい、浮きの見えない動画、東米釣り三昧ありがとうございます。小ぶりさんですがね、1枚ありがとうございます。センキュー。おい、のびちゃん釣り上げました。はい、のびちゃんの方はですね、ヒロキューのあやめ使っております。ありがとうございます。釣り上げました。みやびさんもいるよ。あやめちゃんもみやびさんもいるよって。なんかのびちゃんが言うとスナックのママとか呼んどるみたいだな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よっしゃ、いい。今日も見えない何かと戦っております。東米でございます。戦っております。何かと戦っております。ああ、今日もヘラブナと戦っております。ナイスランディング。ありがとうございます。ありがとうございます。でもね今日ね昆布で釣れる魚小さいですね、なんか。ちょっとね尺物は釣れないですね。ギリ28ぐらいかな、27ぐらいかな、船で。ありがとうございます。お後がよろしいようで。はい、またね浮きの見えてないところで1枚ゲットです。浮きの見えてないところで1枚ゲットです。はい、ありがとうございます。なんかね今日なんですけど、昆布で釣れる魚なんですけど比較的小さい気がしますね。まだ、32センチオーバーは出てないんじゃないかな、そんな気がします。いや、出てないです。まあね、釣らしてもらえるだけありがたいと思います。はい、ありがとうございます。
はい、1枚ゲットありがとうございます。こちらはですね、はい、おー、船汁がたくさん浴びたいと思います。もっともっとはい、尺ですね、はい、ユンボありました、ありがとうございます。12時間労働、うん、はい、北さん今日もカブトムシを触っております。今ですね、ちびっこ釣り大会の方終わりました。はい、現場に戻りましてね、これからまた一練り打っていきたいと思います。まだまだできると信じたい年頃でございます。はい、それではやっていきたいと思います。やるぜ。めっちゃ巨大なね、ヘラブナをね、あんなんかって、ね、よいしょー、わっしょいってなってね、それでその後ね、プチッと、よいしょー、おい、ありがとうございます。今日も事後ですが、1枚ゲット。はい、今日はですね、これで上がりベラにしたいと思います。はい、今日もですね、皆さんありがとうございます。もういっぱいいる、ほら、大きいのいっぱいいる、いっぱいいる。やっぱり、ね、今日はね、ちょっとね、あのスモールが多かったですね。あ、でもですね、遊んでくれてありがとうございます。ヘラブナさんに感謝です。皆さんは釣り好きですか？私は大好きです。はい、ありがとうございます。ジャスティス成仏できそうだ。おお、大きくなった。こういうのくらい大きくなった。全然綺麗だ。お、頑張れトーマ。トーマ上げたか。お、来たぞ。あら、まだ。はい、番外編ですが、トーマくんがヘラブナを釣り上げようとしております。来ますね。はい、トーマくんね、なんと東部釣り三昧をね、登録しているらしいです。いや、ごめん、タモ入れが、タモ入れヤーマン、ちょっとおかしいな、これ。いや、タモのせいじゃないですか。タモのせい、俺のせい。はい、魚の頭上げて、はい、1枚ゲットだ。2枚目。はい、2枚目か、今日は。いいすごいぞ。でもさ、なんか勝手に入れて、なんかこれ切れそうだったかって、うん、はい、ありがとうございます。トーマくん、偉いぞ。あ、やばい、なんか網になんか絡まってのびちゃん、餌がなくなるまで頑張ろうぜ。うん、釣れる釣れる、あと1枚。はい、皆さん、東兵衛です。お疲れ様です。今日はですね、8月12日、飛騨池まで調校しに来ました。今日はですね、私の方はですね、あまり釣れなかったんですけど、ヤーマンチャンネル、ヤーマンがね、たくさん釣ってくれました。いやー、よかったですよ、本当に。またね、ヤーマン遊びに来てくれると思います。はい、それではですね、今日はここら辺で終わりたいと思います。それではいつものやつやっていきます。いいねと登録をよろしくお願いします。バイ。はい、ありがとうございました。バイ。